天のお父様、ありがとうございます。えー、聖書通読の学び、ローマビトへの手紙に入りますけれども、本当にしよう。私たちが全体を見眺められていることを感謝いたします。一生どうぞこの時も祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。えー、それでは、えー、ローマビトへの手紙全体ですけれども、えーまあ、ここのテーマ、信仰による神の義と、 えー、名付けましたが、一書の17節鍵となる見言葉をお読みさせ、お,お読みします。えー、福音には、神の義が掲示されていて、信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロが、まあ、このロームベテの手紙を書いたですね、えー、こう、まあ、背景、 を、まずは説明しますけれども、えー、選挙旅行第3回目、第3次選挙旅行で、コリントにいるときに書いて、えー、います。あのー、第3次はですね、えー、こ,このま,まアンティオキアから、まあ、ざっとこのアジアの方行ってですね、そしてエペソで、まあ、驚くべき働きが行われたわけなんですよね。まあ、パウルの手拭い。 を使ってでも悪霊が出てったと。で、最後には、えっ、ー、と、この、大劇場で、えー、このですね、えー、あの、この、騒動が起こったわけなんですよ。で、その時のこの手前ですね、見たまによってパウロが示されたという言葉があります。これがあの、使徒の19章の21節ですけれども、まあ、そこに、 マケドニアとアカイアに行ってからエルサレムに行き、それからローマも見なければならないってこう言ったんですね。エペソからマケドニアアカイアです。で、これは、ね、ギリシャですね。あの、第二次選挙旅行の時にあの、えっ、ー、との、トロアスからあの、マケドニアの人を助けてくださいって言って、で、それで行った船に乗って、で、ピリピ行って、それからテサロニケ行って、あの旅がマケドニアですね。 でそれで、あの、パウロが南に下ってって、でそこの南の部分が赤いで、このマケドニアと赤い屋が今のギリシャになるわけですけれども、まずそこに行ってですね。で、それからエルサレムに行くと。でこれエルサレムへの旅があります。ですね。そしてパウロがそこで、あのー、まあ、騒動が起こってですね。あのー、まあ、先人隊長が救出して、で、それカイサリアに行って遊泳されて、 でそれで囚人としてローマに行ったっていうのを覚えてらっしゃると思うんですけれども、まあ、それを前もってですね、まあそういう形ではね、示されてないけれども、エルサレムに行ってからローマを見なければならないということは、その時点でも示されてたんです。でそれで、えー、っと、エペソから、まあ、このマケドニア赤屋を通って赤屋の中にコリントがあります。ね、でそのコリントにおいて、まあ、ローマ、 もう行かなければいけないと思っていたんですが、まずはエルサレム行ってからと。まあ、いうことだったんですね。で、なんでエルサレム行くかって言ったら、まず同胞に福音を伝えたいというのもありますが、あとはエルサレムにいる貧しい兄弟たちに、違法人の教会からの支援を渡す目的もありました。でですね、まあ、こういう形で、ローマも見なければならないと、ローマに対する思いは非常に強かったんですよね。で、あの、一首を見ますと、えっ、ー、と、 まだローマに行ったことがないのに何度も行こうとしたけど妨げられたっていう話を書いてるんですよ。うん。一度も行ったことないのにもうすでに教会があるということはパウロが種まきをした教会ではないんですよね。すでに教会は建てられてたわけです。まあそれがまあ、初めはね、五純節に精霊が下った時にローマから来ている者たちがいましたし、あとパウロの同労者であるプリスカとアキラもですね、えっ、ー、ともうローマに いるんですよね、うん、だから、あのー、そこで福音を伝えたいとこう、まあ、思っていても,もう、もう何て言うかな、建てられているわけなので、励ましを互いに受けてです、ね、そこにローマに訪問して、それから15章を見るとロ、ローマのロンビッの手紙のイスパニアに行きたいと言ってるんですね。イスパニアというのはスペインのことです。もっと西なんですよ。だからあの、パウロはですね、 えまず、アンティオキアが拠点になって、このバルナバルと共にアジア選挙に向かったわけですよね。で、そこから、あの、もっと遠くギリシャの方まで行ったんですけれども、まあ、あの、まあ、戦争で言ったら平坦が、まあ、こう、遠いところになってしまって、まあ、戦線が伸びきってるみたいな感じに考えていただくとわかるんですけど、アンティオキアを拠点にするにはもう遠すぎるわけですよ。うん、なので、 おそらくはもうローマを拠点にしてですね、さらにイスパニアの方に行くっていうことを彼は考えていたんだと思います。まあ、ローマビテの、ローマビトに対してですね、この信者に対して、まあ、パウロはこの福音をもう,もう信じてはいるんですけれども、あの、体系的に福音を伝えて見言葉を教えることをまあ決めたんだと思うんですね、この手紙の中で。 まあ、ローマ書が最初に書かれたわけではなくて、テサロニキビテの手紙とか、コリントビテの手紙とか、いくつか手紙をもうすでに書いてるんですが、まあ、その中の内容と同じなんですけど、ローマビテの手紙は、でも、これまでの福音をですね、人体を解剖するかのように、まあ、部分部分に分けていって、かつ関連づけながら語っていったわけですよ。非常に体系的なんですね。で、それでテーマが信仰による神の義ということですけれども、 まあ、神が人の不義に対して見怒りを下される。これね。まあ、これはもう本当に掲示されてるわけですよね。あの、旧約聖書の中で掲示されてます。だけれどそれは立法の行いによっては、そこから救われることはないんだと。信じることによってのみ救われるんだよと。まあ、これをパウロは言いたいわけです。そして信じることにおいては、ユダヤ人とイ邦人の間の差別はなくてですね。 全ての人に救いが提供されているっていうことを、まあ、彼は、まあ、語りたいわけなんですよね。でですね、あのー、ローマビティの手紙、本当に、あのー、私も今回は、あのー、一気に読んでですね、もう本当に恵まれました。あのー、何てちうのかな、あの、いろんなたくさんのこと書いてあるので、部分部分は、あの、こう、まあ、なんかよく知ってるわけですよね。 けれども、こう、流れとしてパウロはこれ一気に書いたある意味で一気に書いていると思いますね。私はそれを部分部分見ているんですけれども、だから木を見て森を見ずみたいになってしまいがちなんですが、しかし、今回一気に読むことによって森を見ることができるわけなんですね。うん、で、で全体を見るとアウトラインとしては、この神の義についての教えが永遠と一章から十一章まで続くわけですね。 一章から十一章がね。で、そのことにある、まあ、最終的には神の哀れみだよっていうことで終わってるんですけれども、それで十二章から神の哀れみによってあなた方にお願いします。ですね。自分自身を、えー、この受け入れられる、生きる生贄として神に捧げなさいってこう言ってね。教会にお、教会、 に通っている人たちの人、え、あの、教会に、のものとしての実践をですね、これ12章から16章までに話していくわけなんですよ。ね。これが、あの、えっ、ー、と、流れですね。うん。でですね、 あの、まあ、とにかく、何ていうのかな。あの、実際の教会の中においてはですね、この12章以降って非常に読みやすい。あの、具体的なものが書いてますからね。えけれども、1章から11章まであって、初めて神の憐れみを知って、それで応答していくっていうですね、この、やっぱ教えってすごい大事ですよね。あの、どうしてもね、こう、実際的なことばっかりに傾いてしまって、 で、それで、こう、信じてることまでが曲げられてっちゃう、行いによって救われるかのようにですね、頑張ってっしまう。まあ、そういう傾向あるかと思いますけれども、そうではないと、いうことがわかりますが、で、えー、その中で1章から11章の中においてですね、これまたですね、まあ、大まかにいくと、1章から8章までが、違法人にも及ぶ救いなわけなんですよ。 で、9章から11章までが、イスラエルがどう救われるのかっていう話をしています。私たちは、そのことあまり意識しないと思うんですけど、よく注意深く見るとですね、パウロのこう根っこにあるのが、根、ね、っこの1章でね、えぇ、ー、15節で、ですから私たちはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいと。で福音は、私は福音を8としません。 クイーンは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと。ユダヤ人をはじめギリシャ人にもって、ここは大事なんですよね。ユダヤ人をはじめギリシャ人にも。それが一章から八章なんですよ。今までユダヤ人が救われると信じられてたわけです。けども、すべての人に対しての救いなんだっていうことを、一章から八章で強調してるし、 そしてユダヤ人が救われて、異邦人が滅びるのではなくて、ユダヤ人も含めて、ね、立法のもとにいる者たちも含めて、すべての人が罪に定められるんだよって、このように持ってっているわけなんですよ。で、このユダヤ人だから救われるということではないということを永遠と話しているんですが、立法という役割もね、あの後で話していくようになりますし、けれども、 では、じゃあ、イスラエルって救われ、あのイスラエルに対する約束一体どうなったのって話になってくるわけですよね。うん。で、そこで、パオロは9章から11章でお話をしているわけなんです。ある人がね、こう言いましたね。この9章から11章って結局、神の主権とか選びっていうことが前面に出てるんですけども、あの、魚の骨みたいなもんだってこう言うんですよね。あの、魚って、あの、ほら、骨があって、その両脇に肉があるじゃないですか。 ねあの、魚食べるときにね、裏返すでしょ骨食べらんないからこう、まずおえ、片方まず食べてから、で、裏返して、で、また、あ、もう片方食べるじゃないですか。か肉の部分って美味しいわけで、一章の八、一生から八章まで美味しくて、で、十二種以降も普通に食えるんですよ。けれども、九章から十一章ってのは骨の部分なんで、なかなか難しいと。捉えどころないと。神は、えっ、ー、と、ご自分の哀れみによって人を選ばれて、で、 ご自分の見心のままに人をかたくなにするっていうのはもうめちゃめちゃのことをこう、えー、っていうふうなことを話してるわけですよね。えけれども、これがわからないと、あの骨にならないので、福音が成り立たないというですね、まあいうことがこう言えるわけなんですよ。うん、で、えー、分けられました。この1章から8章までと、9章から11章までなんですが、でですね、えー、その1章から8章までも、 これが、あのー、まあ、なんちゅうのかな。発展していくんですよね。こう、なんか、だんだんこう動いていくっていうか。で、まずは一章から三章の途中までが、さっき言ったように、すべての人が罪に定められる。神の裁きに服さなければいけないっていう話をパウロは論じていくわけなんですよ。初めの人はもう神を知らない人たちって言ってんだけど、本当は実は心の中で神を知ってるよっていう異教徒 をはじめとする、度外視ですね。神なんか度外視している人たちです。だけれどそれを見て、裁いていく人が、まあ、二章に出てくるわけですけれども、いや、あなた方も状況を少し変えたら同じことをやっていますよと。むしろあなた方の問題は固くな、カタな自分が正しいと思っている、なになっていることだよと。で、福音っていうのは、心の中にある隠れたことをもう裁かれる種の、神に裁かれるっていうところにあるんだよって、こう言って。で、今度最後に、立法を教えてる人たちにまで及ぶんですよ。 あなたたち教えてるのに自分なんで教えないのかって話ですね。あと、カ礼のことを教えてるけれども、カ礼を受けてるからって、ギとなるんじゃないよと。ですね。心の中が変えられるっていうことが本当に意味でのユダヤ人であるよと。も、ま、う、あ、こういう話をしてるわけです。そして、あの、あの、こう、ずっと言ってって、これ全ての人救はあの、まあ、もっと詳しく書いてあるんですけども、あの、全ての人は裁きに服すと。それがしかし今やってるのが書いてあって、立法とは別にね、あの、この、 神の義が掲示されたと、それは信仰による義なんだって話をするわけですよ。で、それで恵みがあって、それはキリストがなだめの生贄になってくださったと。神の身怒りを受ける身代わりに、受ける方になったので、この方を信じる信仰によって義と認められる。つまり、罪が全く犯してないかのように見なされると。 いうことなんですよねでそれでユダヤ人に対してはアブラハムの霊を取り上げて、アブラハムなんと活礼を受ける前にして、何か良い行いをやっている前に、もう義と認められたよね、神を信じたって言って。でそして、それを語った後で、今度はアブラハムが伊を、うん、が、えー、この生まれがまだおなかの中にもいないにもかかわらず信じてね、それでイサクを与えられたということで、義と認められていたと同じように、あなた方もイエスが死から、 読み返られたことを信じて義と認められてるんだよって話をして、で、五章の恵みですね。その信仰によって何が現れたかって神の恵みが現れたよって話を五章でしています。で、恵みが支配してるんだよって話を五章でしてるんです。でですね、六章に入っていくと、今度は八章まで、八章の途中までね。 清めの生き方。この清潔っていう言葉書いてますけど、清潔ってもあの、清正の,の清じゃなくてね、清い方じゃなくて、あの、聖書の方が清ね。あの、清ね。清潔に進むって話が書いてあります。つまり、罪から離れて生きるってことです。簡単に言うと。ね、罪に従わない。ね、で、そこで、六章では、 罪の中に私たちは死んでるんだ。あ、混ぜた。罪に対してですね。中じゃない。罪に対して私たちは死んでいるんだよと。キリストが十字架にかかった時に私たちも古い人が死んだんだよと。いうことで、まあ、バプテスマのことも例に挙げて、あの、罪に対して死んだ。罪とは無縁になったんだよと。で、この7章では、立法に対しても無縁、あの、死んだんだよと。立法を行うと思っても結局悪を行ってるって自分を発見するわけですね、パウロはね。 これに対してはもうダメあの立法じゃないんだよ。じゃあどうすればいいのこ肉の問題があるよという時に、御霊に導かれることなんだ。だから信仰によって御霊が与えられて、その立法にはできなくなっていること、肉の弱さによってできなくなっていることを御霊によってできるようになって、で、御霊の導きによって、陸の行いを殺していくということで結論があり、最後に8章の最後のところでは、栄光の姿に変えられるって話をしていくわけですね。 で、そのにあたって苦しみっていうパターン、あの、苦しみっていうことも付き物で、キリストが苦しまれて栄光に入られたように、私たちも苦しみを経て、栄光の中に入っていく。最後に、神の愛は、私たちを消して、えー、この他のものから引き離すことはない。どんな白話やっても引き離すことはないよっていうので、結論が終わるわけです。ね、で、これが大体のだ。から、一章から三章までが積み定めで、で、三章から五章までが義人ですね。義と認められる。で、六章から八章までが清潔。 で、8章の途中からね、えいかということになっていくわけですね。で、えー、さっきの2番目のイスラエルの救いの9章から11章は、神の主権についてね、だからさっき言ったように、見心のままに人をかたくなにし、人を哀れむんだということで、だからイスラエルの中でイエス様を信じてない者たちがいるけれども、それは神の主権の中で、選びの中で、えー、残された者だけが信じてるんだよって話なんです。 だから、あのー、何かこう、神の失敗ではなくて、むしろ神の意図しておられることだよって話。で、その選びの民として、哀れみを受けたものとして、違法人も含まれるんだよって話をしてんですね。じゃあ、何か問題、私たちないじゃないかと、神がそうされてるんだ。いや、そうじゃないよ、信仰という責任があるよと。いうのは10章で、聞いて信じる。神の言葉を聞いて信じることによって救われるんだけども、イスラエルはその、 知識に及ばなかったと、信仰によって救われるっていう知識はなかったと、いう話をして。で、最後に、じゃあ、イスラエルダメなのね。いや、そうじゃないよ。これ、一時的なんだよと。神の証明は変わらない。だ、旧約でしょ。あの、えっと、この前の、昨日の学びでも言ってもね、あ旧約ってあ、すごい関係があるんだっていうね、感想をいただきましたが、そうなんですね。神の選びと証明は変わらないってはっきり書いて。イスラエルは、まだ、えー、この、 正面が残っています。今、イス、えっと、す、えっと、圧倒的に違法人が救われてるんですけれども、神は、そのイスラエルの失敗をも用いて、違法人を救うようにしてくださったのだから、なおのことですね。ですね。失敗で最後はそうやって神様を用いてくださったのは、なおのこと彼らは死からの復活を経験しますよと。つまり彼らは、えー、あの、国民としてね、救いに預かるんですよ、 っていうふうにこう結論づけるんですよ。要は神様は、あの、ずっとね、ご計画の中で全ての人に対して憐れみを示して救いの手を伸ばしてるんだけど、まずはねエルス、イスラエルを選ばれて、いかに違法人が、あの、本当に神の見怒りを受けなければいけないのかっていうね、憐れみが必要なのかっていうのは示されたわけですね。それで時が来て、あの、イエス様現れたんだけど、ユダヤ人が信じないことによって違法人に救いが及んで、このイスラエル人たちがね、 あ、私たちは本当に、あの、ダメなんだなと、哀れみが必要なんだなって悟るようになるわけですよ。で、それでイスラエルが救われる。でも、それはもともと神様が計画していたことで、すべての人に哀れみがあるようにと、いうこと。ほで、すべての人が不従順なんだよってことを示すためなんだと、まあ、いうことで結論づけているんですよ。ですね。で、えー、最後、2番目ね、このでっかい2番目、あの、実践に入っていくんですよね。 十二章、十三章っていうのは、ね、法師が使えること、従うことについて書いてますが、十二章はキリストの体の中で他物を与えられてるから、熱心にその他物を用いて使い合っていきなさいと。十三章は社会的な責任ですね。この上にある権威に従っていきなさい。納税も納めていきなさいと、まあ。いいことを言っていまして。で、この十四章、十五章は実はこれね、あのね、ユダヤ人と異行人の間に確執が背景になります。さっきからね、このユダヤ人だけじゃなくて、異行人も、 ギリシャ人も救われるってたんだけど、実際の場面の中でやっぱりこういろんな問題出てくるわけですよ。で、それは何かって言ったら意見が違うと。野菜しか食べない人もいて、肉を食べるとこう、ここ両親が汚れるという人もいるから、とどうしようとか。あとは安息に、えっと、この、ある特定の日を主の日だと思っている人もいると。どうしようかと。で、そこで、えー、パウロが、えー、っと、 そういうことは神が裁かれるんだから、あなた方は人を裁いてはいけないと。あとは、両親が弱い人の前で自由な行動をとって、彼らがつまずいてしまうということがあるんであれば、それしない方がいいんだよ。よ、まあ、こういうふうに言ってるわけですね。で、15章の最後の結論で弱い人たちに、よえー、と弱い人たちに配慮しましょう。そして私たちは一致できるんだよって結論つけてるんですね。 で、最後に15章と16章、15章の後半から16章ですけれども、教会の仲間たちの間で話して、あの、うん、具体的なことを話していて、まあ、15章の途中から料亭について話した、さっきのイスパニアの話もここに出てくるんですよね。で、次に、えー、挨拶ですね。いろんな人たちの名前の挨拶が出てくると。まあ、いう内容になっています。ですね。 まあこうやってアウトライン、あとでね、これ、お見せします。これね、あの、録画終わった後にお見せしますが、アウトライン化ができますが、あの、非常に体系的なんでね。ただ、やっぱり読んでと思ったのは、だからといって分解ができない。解剖、解剖っていうか、こう、中はこういうものがあるってこう人体でも、見たとしても、もしそれをバラバラに切ってたらですね、これ、人として生きることはできないわけで、全部が密接につながってますから、 あの、どこか一つを取って、なんていうことはないわけなんですよね。うん、本当に、あの、福音の中、福音というものが、これら全ての要素を含んでいて、これだけ奥深い、広い,い,い内容なんだということがわかる。また、救いというのもね、なんかあの、私は罪人です。ね、イエス様の十字架信じます、えー。そして、蘇ったことも信じます。晴れで安救われました。 それだけですよ。もう全部は。言うものでは全然ないわけですね。これほど奥が深いわけなんですね。その福音の中にも私たちも生きていきましょう。お祈りします。えー、天のお父様ありがとうございました。本当に、えー、救い、神の力であると、すべての人に、この信じるものすべてに救いをもたらすとあって、この救いっていうのは何なのかということを見ることができたことを感謝いたします。えー、本当に、えー、パオロが、えー、ここまで丁寧に 解き明かしてくれた、まあ、このことが聖霊の導きによって与えられたことを感謝いたします。主緒どうぞ私たちがあなたの救いの中にしっかりと生きて、えー、このイエス様が戻って来られるとき、完成されるときまでしっかりと信仰を働かせることができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。ね